ファフリコルテュルクは、トルコの政治家、軍人、外交官、第6代トルコ大統領を務めた。1903年8月3日に、イスタンブールに誕生する。1916年に、海軍兵学校に入学し、1923年に卒業した。海軍大学校を1933年に卒業。巡洋艦や潜水艦の乗組を経て、 大使館付け部官として、ローマベルリンストックホルムに駐在。1936年には、モントルー条約の締結交渉に、軍の専門家として参加している。1950年に少々に昇進。大将に昇進するまで様々な要職を経験し、1960年に、海軍総司令官を退任して退役した。退役直後に、ジェマル・ギュルセル大統領により、 中ソビエト連邦大使、ついで中スペイン大使に任命される。1968年には、ジェブデットスナイ大統領により、上院議員に指名された。1973年4月6日に、トルコ大国民議会により、第6代トルコ大統領に選出される。7年の任期を全うし、1980年4月6日に退任した。しかし、 二大政党の共和人民党と公正党の対立から議会が公認の大統領を選出できず、これを政党政治の限界と捉えた軍部が同年9月12日に軍事クーデターを起こす事態となったため、大統領職は1982年まで空位になった。退任後コルテュルクは終身上院議員となったが、クーデター後の憲法改正で上院は廃止された。 1944年に結婚して2男1女を設けた。彼の名字は初代大統領、ケマルアタチュルクから授かったものである。コルティュルクは1987年にイスタンブールで死去し、アンカラの国家墓地に葬られた。ありがとうございます。